ゴーストニューヨークの「幻」などに出演したデミ・ムーアとダイ・ハードシリーズでおなじみのブルース・ウィリス彼らは大物ハリウッドスター同士の元夫婦として知られていますデミとブルースは1987年に結婚1988年に長女のルーマー1991年に次女のスカウト 1994年に三女のタルーラを授かり、2000年に離婚しました。デミは2005年に俳優のアシュトン・カッチュアと再婚しましたが、2013年に正式に離婚。ブルースは2009年にモデルのエマ・ヘミングと再婚し、2012年に娘のマーベル、2014年に娘のエブリンが誕生しています。 デミとブルースは現在も家族ぐるみの良好な関係を続けています。デミや3人の娘たちは家族の秘蔵写真をそれぞれのインスタグラムで公開していて仲の良さをうかがわせています。離婚から20年が経った2020年新型コロナウイルスの感染拡大を受け 3人の娘たちと仲良く隔離生活を送っていたことが大きな話題になりました娘たちのボーイフレンドも交えてお揃いのパジャマ姿で過ごしたりペイントや読書などを楽しんでいたようです。 この共同生活にはブルースの現在の妻エマと幼い娘たちも合流、エマの誕生日などの記念日を混合家族でお祝いしていました。スターの子としてメディアでたびたび注目を集めるデミとブルースの3人の娘たち、34歳の長女ルーマーは女優として活動していて2005年の映画「 ホステージでシチ・ブルースと共演、2017年にテレビシリーズ「エンパイア」、「エンパイア成功」の代償で母デミと共演しました。31歳の次女スカウトはシンガーソングライター、2022年にデビューアルバム「スカウト・ラ・ルー・ウィリス」を発表しました。28歳の三女タルーラは2021年5月、 かねてから交際していた映画監督のディロンバスと婚約しました。2021年には母デミと共に水着ブランドアンディのキャンポオンモデルに抜擢、親子のキャンポオンビジュアルが反響を呼びました。 現在67歳のブルースは2022年3月末失語症と診断され俳優業からの引退を表明。元妻のデミと現在の妻エマが娘たちと連名で共同声明を発表し、ブルースは彼にとって大きな意味を持つキャリアから離れることになりました。と伝えました。 デミは2022年11月に60歳の誕生日を迎えました。還暦を記念して、プライベートジェットの中で家族や友人たちからハッピーバースデーの歌で祝福されていました。